トップバッターはあまりに儚い物語、泣く子も号泣、2018年放送のバイオレット、エヴァーガーデンよ。泣く子は最初から泣いてるやろ。同名のライトノベルを原作とした京都アニメーションによるアニメで、戦時中、武器と称されていた少女が、戦後に自動式人形として働き始め、人々との出会いを通して、愛というものを理解していくという物語ね。あらすじを聞くだけで泣けるってわかるぜ。この主人公の少女バイオレットは、戦時中に両腕を失っていて、今は高性能な機械式の義手を装着して、それを用いて仕事に従事しているの。戦争で受けた傷跡か。で、本作の8話見て、彼女がどのようにして両腕を失ったかが書かれたのよ。戦時中、上官であるギルベルト少佐と共に戦っていたバイオレットは、負傷したギルベルト少佐を背負い、敵地からの脱出を試みるの。傷ついた上官を助ける若き女兵士、けなげな話だぜ。ところが、よ、ここで敵スナイパーによる狙撃を受けてしまったバイオレットは、なんと片腕がちぎれてしまうのよ。じゃあ、続く狙撃で、もう片方の腕も吹き飛ばされてしまったわ。腕が吹き飛ぶレベルの銃撃、普通に考えたら腕どころじゃ済まないぜ。しかし、あまりにも衝撃的なシーンで、想像するだけで寒気が走るな。京都アニメーションによる美麗な作画で描かれるエグい流血シーン、ある意味で必見だけど、とにかく胸が痛むわ。本作はネットフリックスにて配信されているわ。お次はガンダムシリーズから、劇場版が大好評と話題沸騰の作品、2004年放送の機動戦士ガンダムシードデスティニーよ。シデスギター。2002年の機動戦士ガンダムシードの2年後を舞台とした作品で、新たな主人公シンを加え、前作のアスラン、そしてキラを交えた新たな戦いを描くわ。当時はいろいろあって、かなり炎上してた作品だぜ。そんな本作でかわいそうなヒロインといえば、やはりこの子で決まりでしょうね。強化人間エクステンデッドの一人、ステラ、ズーシェネ。ああ、間違いなくステラで決まりだぜ。地球連合軍の独立部隊ファントムペインの一員で、高い戦闘技術と MS の操縦技術を併せ持った超人的な能力を持っていたわ。一方で、定期的な薬物投与や記憶操作をしないと、精神や肉体が壊れてしまうという、過酷な運命を背負っていたの。生体 CPU なんて呼ばれて、人間扱いされてない時点でかわいそうだぜ。作中では神と出会ったことで彼と心を通わせて、一度は記憶を消されるも、神の言葉である君を守るによって思い出すわ。やがて神たちザクトによって捕虜となり、ここで神と再度、心を通わせるの。神にしてみれば、死んでしまった妹とどこか重ねていたのかもな。ところが、薬物や記憶操作ができない中でステラは弱っていってしまい、神は独断で霊と協力し、彼女を連合軍に送り届けることにしたわ。しかし、ステラは連合で再調整を受けた上、今度はデストロイガンダムという、最強最悪のモビルスーツに乗って再び戦地へ駆り出されてしまうわ。そして、それを止めようとしたキラのフリーダムによって撃破されてしまうの。すでに再調整で肉体の負担が限界に達していたステラは、なんとか神に救助されるも、彼に好きと伝えて、静かに息を引き取ってしまうのよ。死です屈指の泣きポイントだぜ。戦争によって利用された悲しい末路よね。あまりにかわいそうな運命を背負っているせいか、ゲームや二次創作など、いろんな媒体で彼女の生存 F が書かれたりしているわ。それだけファンに愛されているってことが、数少ない救いかもな。本作は Hulu、Amazon プライム、Netflix などで配信されているわ。3作品目は気持ち悪いのオンパレード、2020年公開の劇場作品、巨中列島よ。字面がすでに気持ち悪いんだぜ。とある私立高校の生徒たちを乗せた飛行機が、謎の事故によって墜落して、主人公のウリベムツミを含めた生存者たちは一つの島に流れ着くの。でもそこは、巨大な虫たちが支配する地獄のような島だった、という話ね。まるで B 級パニック映画みたいな話だぜ。巨大な虫たちから逃げ延びながらのサバイバルを描く作品ってわけね。当然だけど、虫がテーマということで非常にエグい描写が目白押しで、耐性がない人には絶対におすすめできない作品よ。私もあまり見たいとは思わないな。本作は特定の誰かがかわいそうというわけじゃなくて、登場する人物みんながかわいそうな目に遭うわ。例えば、最初に死亡した女子生徒はというと、巨大なミヤマカラスアゲハによって、全身の体液を吸われてミイラ化されてしまったわ。エグすぎる。他にもマダニに顔面を覆われ、吸血されて死亡するという教師もいたわ。また、寄生アブによって体内に卵を産みつけられてしまって、それが孵化したことで、体を食い破られて死亡なんて描写もあるわね。話だけでもきついのに、アニメで見たらマジでトラウマになりそうだぜ。ちなみに原作は大巨中列島と解題して、今も連載が続いているし、スピンオフ作品として、巨中山脈も連載されているわ。でっかい虫好きすぎだろ。本作は U-NEXT や FOD、D アニメストアで配信されているわ。
4作品目はゲーム原作のサスペンスホラー作品、2017年放送のカオスチャイルドよ。何年か前にスイッチでも出てたゲームだな。大震災が起こってから6年が経った渋谷が舞台となっていて、その渋谷に新設された学校の新聞部の一員、宮代拓が主人公よ。彼はとある連続殺人事件を追っていて、その真相を究明するために、友人たちと共に奔走するという物語ね。まさにサスペンスって感じの物語だが、ホラーってことは、えぐい描写もあるってことなんだろう？まあ、お察しの通りよね。本作では様々な怪事件が起こるわけだけど、特に衝撃的かつかわいそうなのは、主人公の義理の妹である立花ゆいが、例の連続殺人事件に巻き込まれてしまうというシーンよ。義理の妹とかいうパワーワード。そこに突っ込むな、ゆいは殺人事件の被害者となってしまい、なんと全身をバラバラに切り刻まれてしまうの。バラバラ。無論、それだけじゃ話が終わらないわ。バラバラにされたゆいの体はそれぞれ箱詰めにされて、まるでパズルのように、人体の形に並べられるという凄惨な現場となっていたの。狂気すぎて吐きそう。作中随一のトラウマシーンとして名高く、ある意味で本作を象徴するシーンとも言えるわ。人の心とかないんか？そんな本作は D アニメストアにて配信されているわ。5作品目は永井豪先生の名作の一つを原作とした OVA。2000年発売のアモンデビルマン黙示録よ。あれは誰だ、誰だ、誰だ。歌うな。テレビアニメとして放送されたデビルマンとは異なり、より原作版に忠実に書かれていて、人類と悪魔による全面闘争が生々しく表現されているのが特徴ね。永井豪先生の作品って、原作だとかなりハードな作風だったりするもんな。本作でかわいそうなヒロインといえばなんといっても、デビルマンこと不動明のガールフレンドである牧村美希ね。原作では人類による悪魔狩りが行われ、明の正体が悪魔だと知られてしまったことで、彼と親しかった牧村家の人間が狙われ、美希もあえなく殺されてしまうの。しかも生首を槍の先に掲げて狂気しているという、まさに悪魔の所業と言える惨状だったわ。人間の汚い部分をこれでもかと描写しているぜ。そして本作では、その原作版の描写を初めてアニメ化していて、非常に生々しく、かつグロテスクに描かれているの。アニメスタッフも人の皮をかぶった悪魔だぜ。ちなみに、永井豪先生の自伝漫画によれば、これでもまだ自重したということらしく、本来はもっと悲惨な目に遭っていた、とのことよ。先生、ミキに何か恨みでもあったんか？さらに余談だけど、バイオレンスジャックにもミキが登場していて、そちらではなんと人権と呼ばれる、ここでは説明するのもはばかれるほど、悲惨な姿にされていたりするわ。せっかくのオールスター作品でもその扱い、間違いなくかわいそうなヒロインの筆頭格だぜ。本作は U-NEXT にて配信されているわ。6作品目は復讐、世界を巻き込む復讐劇、2021年放送の回復術師のやり直しよ。タイトルからは想像もつかないくらいの復讐テーマの作品かな。本作は癒しの勇者と明かされた主人公が魔王討伐に旅立つのだけど、回復薬の道具としてしか扱われず、仲間たちから凄惨な虐待を受けてしまうの。勇者なのに虐待を受けるとはどういうことだよ。やがて反逆に出た主人公が、虐待や癒しの術を通じて得ていた様々なスキル、そして魔王を倒していた賢者の意志を使い、時間を遡って復讐を開始する、という物語よ。思った以上に陰鬱なストーリーだぜ。本作ではまず2話目にして早々に、術の勇者にして王女でもある魔術師のヒロインが主人公に捕らえられ、そのまま強制アーレイされてしまうというシーンが書かれたわ。まさかの主人公が強制アーレイをする側という。まあ、ぶっちゃけこの王女も散々主人公を虐げてきた人物で、優しそうな笑顔をしつつ、周りの全てを見下すド S 女だったんだけどね。あ、かわいそうって気持ちが少し薄れた。その後、彼女は主人公の能力によって記憶と外見を変えられ、主人公を慕う従者にされたわ。回復ってそんなことまでできるのか。さらに11話では剣の勇者である男嫌いの男装の霊人が、女装した主人公にまんまと騙され、武器を手放した隙に毒を盛られてしまうの。そして、主人公が用意した怪物たちによっていろんな意味で食われてしまうわ。いろんな意味って。と、本作はこんな風に、主人公を虐げてきた人物たちが次々とひどい目に遭うの。ある意味でスカッとするけど、かなり胸クソな話にもなっているから、人を選ぶ作品と言えるかもしれないわね。ちなみに、本作には3つのバージョンがあって、通常は音声や映像に修正を加えられたパターンが放送されたけど、完全無修正バージョンもあったりするわ。つまり、な部分やグロい部分が丸見えってわけか。ちなみに通常版は各種サービスで配信されてるけど、U-NEXT や D アニメストアでは、一部の規制が緩和されたやり直しバージョンが配信されているわよ。7作
品目は当時誰もが両手を合わせて真似した錬成人のポーズ。2003年放送の鋼の錬金術師よ。いわゆるアニメ一期の方だな。亡くなった母親を錬金術によって蘇らせようとした兄弟が、肉体の一部、または全てを失ってしまい、それを取り戻すため、賢者の意志を求めて旅をするという物語ね。さっきも出てたが、賢者の意志っていろんな意味で便利なアイテムだよな。本作は原作の連載中に放送が開始されたため、序盤以降のストーリーや世界設定の面から大幅に改変が加えられているの。人気作だったとはいえ、連載中にアニメ化するとこうなっちまうんだよな。一応、原作者の荒川先生の意向があっての改変だけどね。さて、その改変の影響をもろに受けてしまったヒロインというのが、序盤に登場したロゼという少女よ。出た、神童光の 2P カラー。似てるけど違う、ロゼは恋人を失っていて、その悲しみを利用させられ、レト教の信者となっていたわ。でも主人公のエドヤールの活躍により、悲しみを乗り越えることができたの。ふむふむ、原作やアニメでも初期に書かれたストーリーだよな。この後の展開が、アニメ一期ではガラリと変わってしまうのよ。ロゼがいたりオールの街の人々は、殺虫で迫害を受けているイシュバール人と、人種的に近いという設定が加えられているの。え、それって原作にはなかったよな。そうね、この設定のためか、原作では色白だったロゼの肌の色が、アニメ一期では褐色系にされているのよ。褐色好きにはたまらない改変、って違うか。で、レト教の騒動が起こった後に、リオールの街には軍が介入することになって、アニメ一期ではこの時、混乱の中でロゼは人種差別の吐け口にされてしまった結果、強制アーレイされてしまうのよ。またかよ強制アーレイ。無論、直接的な描写はないけど、後に再会したロゼは、誰のことも知れない赤子を抱いていて、しかもトラウマのせいか、声が出なくなっていたの。うわぁ、生々しい上に悲惨すぎる。アニメ一期は全体的に暗い雰囲気を出していて、ダークファンタジーとして見れば、この改編はある意味で合っていたかもしれないわ。でも当然、原作ファンからの批判が殺到し、今ではロゼ事件として語られているの。アニメ一期の悪評は大体この件が大きく影響しているくらいよ。アニメ側の都合でここまで貶められたヒロインもなかなかいないだろうな。本作は DMM テレビ、Amazon プライム、D アニメストアなどで配信されているわ。8作品目はテレビ東京と台湾企業による共同制作アニメ、2018年放送の剣炎剣青き輝きを紹介するわ。パッと見、全然読めないタイトルだぜ。知らない作品だが、どういう話なんだ？大元は台湾のロールプレイングゲームである剣炎剣シリーズが原作で、シリーズは1990年から2010年まで21作も作られているの。結構な数だな。本作はシリーズ7作目である外伝作品をもとにアニメ化されていて、春秋時代の中国を舞台に、さらに平行歴史という要素まで取り入れた作品となっているわ。主人公は14歳の少女で、侵略によりふるさとを追われ、妹と共に旅芸人をしていたのだけど、ある時、とある書物と剣を手に入れたことにより、帝国との戦いに身を投じていくという物語よ。ほうほう、中国系ファンタジー作品って感じか。で、今回かわいそうな目に遭うのがこの主人公の妹の方で、声優はなんとあの釘宮理恵さんが担当していたわ。ぐぐ、この妹が第10話にて敵に捕まってしまい、拷問を受けてしまうの。拷問、やっぱりまた強制アーレイ的なやつか？ある意味、それよりきつい拷問かもしれないわ。え？彼女が受けた拷問は水滴刑というものよ。首を上向きにしたまま、身動きが取れないよう体を固定した状態で、額に水滴を延々と落とし続けるというものよ。ん？たったそれだけなのか？それが何の拷問になるんだよ？まあ、話に聞いただけでは全然わからないわよね。この拷問を受けると、延々と額に当たる水滴のせいで、まるで虫が体を張っているかのような不快な感覚を覚えさせるの。しかも水滴が額に当たることでろくに眠ることもできず、精神的にどんどん疲弊していき、発狂してしまったり、そのまま絶命してしまうなんてこともある系なのよ。そこまで言われると怖くなってきたぜ。この発狂具合を釘宮さんの声で聞けるってことで、まあ一部のファンにとってはご褒美かいよね。この変態どもめが。本作は U-NEXT や D アニメストアなどで配信されているわ。9作品目は全体的にでグロな作品、2015年放送のトリアージ X を紹介するわ。そんなにヤバい内容なのか？本作は原作者の逝去により未完となってしまった、学園黙示録ハイスクールオブザデッドの後継作という側面を持ってるの。そちらと同様にド派手なガンアクションと、セクシーな描写が盛り盛りなのが特徴で、法で裁けない悪人を非合法に断罪する暗殺組織ブラックラベルに所属する、高校生の三上嵐の活躍を書く作品となってるわ。ダーティな雰囲気も合わさって、これはなかなか興味深い内容だぜ。
て、本作は悪人に対して容赦のないお仕置きをしていくというストーリーの関係で、第1話から早々に、とある女性がお仕置きをされるシーンから始まるし、それ以降は一般人やメイド、警察官に至るまでありとあらゆる人にお薬を使った拷問をして、やたらと薬漬けシーンが多いのよね。お薬は用法用量を守って正しく使いましょう。ハイスクールオブザデッドの光景ということもあって、それはもう前編を通してムッチムチなお姉さんたちが目白押しで、タワワも揺れまくり、世の紳士たちにはたまらない内容になってるわけよ。でもお薬漬けされちゃうんだろう？そうね、お薬による拷問を受けた結果、対象となって女性がどうなったか、知りたいかしら、マリサ？うん、容易に想像できるからやめておくんだぜ。もちろん、本作は大量にアウトな映像や音声が含まれているから、放送バージョンではそれらの大半は修正やカットが入っているわ。完全版を見たい場合は、DVD やブルーレイを購入するしかないわね。変態紳士なら迷わず買うべし。てか？一応、Unext や DMM テレビ、D アニメストアで配信もされているわ。今回の鳥は引きこもりからの新規一転、悪霊たちに立ち向かうホラーサスペンスバトル、2023年放送のダークギャザリングよ。引きこもりからの新規一転って何よ？本作の主人公は生まれつき霊を引き寄せてしまう体質をしていて、そのせいで幼馴染と一緒に悪霊による呪いに巻き込まれてしまった経験から、引きこもりになってしまった青年なの。ショックからの引きこもりか、なんとも言えないぜ。そんな彼が社会復帰のため家庭教師のアルバイトを始めるのだけど、そこで出会った IQ160 の天才少女もまた、過去に悪霊によって母親を奪われていたの。彼女は母親の手がかりを求めて悪霊を集めていて、それを見た主人公は、幼馴染と自分にかかった呪いを解くため、悪霊に立ち向かうことにする、という物語ね。より陰湿になったゴーストバスターズって感じだぜ。そんな本作で話題になったのが、第17話である受胎告知の家という回よ。タイトルからして不穏だな。この回に登場する家がまた曰く付きで、家に入った女性が突然妊娠し、異様に頭の大きい赤ん坊が生まれ、母子ともに死んでしまうなんて描写があったわ。いや、のっけからきつすぎるんだが。こんな謎の呪いをかけてくる家を、例の天才少女とヒロインが調べに行くのよ。家にまつわる様々な事件が徐々に明らかになっていくのだけど、その途中で、この家に住んでいた親子の話も出てくるの。そこには親子で、なことをするみたいな描写もあったりして、怖いというより胸クソな展開がちょいちょい続くわ。うん、ちょっと気持ち悪くなってきたぜ。で、一体誰がかわいそうな目に遭うんだ？それはもちろん、ヒロインの幼馴染ちゃんよ。調査の中で、彼女の中に悪霊が入り込んでしまい、お腹が大きくなって、そこから悪霊が産んでというシーンなんかは最悪よね。うわぁ、妊娠ネタって、ホラーで使うとなんでこうおぞましくなるんだろうな。それを天才少女が解除するために、指でお腹をひたすら刺すのよ。最終的に悪霊が口から出てきて助かるのだけど、この時の声優の花澤香菜さんの演技は、人によっては興奮したでしょうね。もだえ苦しむ声で興奮するような変態がいるわけ、いるんだよな。と、こんな感じで前編にわたって気持ち悪い描写が続く回ということで、ネット上でも話題騒然となったわ。今回の鳥にふさわしい話だったぜ。そんな本作は Unext、AB エンタメイト A、DMM テレビなど各種配信サービスで見られるわ。というわけで、かわいそうなヒロインが登場するアニメの紹介は以上よ。どうだったマリサ？かわいそうどころか、マジで気持ち悪い話まであって、もう私の体はボロボロだぜ。嘘だどんどこどーん、って感じね。笑い事じゃないんだぜ。動画を見てくれたみんなも、他のヒロインがかわいそうなアニメについてコメントしてくれると嬉しいわ。その時はぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。